はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手の方がシャムゲームさんですね。やべ、寝起きだからマジで眠い。最近寝起きにしか動画撮ってねえな。やべ、画面がバグった。治りました。どうしようかな。アッサムから入りつつアーゴヨンとかだったらバンギーに引くみたいな感じでいくか。でラスト、まあ、このままだとちょっとギャラが重たいんでサンダーとかですかね。全然頭働かねえ。これでいくか。はーい、対戦よろしくお願いします。ふぅ、誰から来るかな。顎がちょっと嫌なんですよね。初手顎だ。まあバンギーに引き戻すか。いきなり悪巧みとかから入ってくるやつはうぜえな。うぜえけど、まあバンギー出すのも敵じゃないか。いきなり悪巧みの場合はね、バレットパンチ打たれたら終わるからな、顎側は。まあとは言っても、ここバンギラス交換やランドロス交換も読める場面ですからね。ランドロス交換の場合は悪巧み割と安定だから、安定ではないけどかなり有効ですからね。モンジェ、はい、焼けんなよ。フリじゃねえかんな。なんかすげえヒヤッとするの、これ何なので、ここはダイマックスはしなくていいと思うんだよな。ストーンエッジでここ突っ張ってくる場合で大ドラグーンとかが、まあでも引いてくると思うな。引いてきたサンダーあたりが残ったけど、サンダーって岩技等倍だからオーロンゲー、ほう、当たる。急所かいやいや、バンギラスに後出しする方が悪いからな。ストーンエッジという技は急所に当たりやすい技なので、これは必然の急所なり。ギャラドスでもダイマックスしていいな。で大ロックで弱点保険発動からの大ロックで大体勝ちだろ。こんなヤレンも待てよ。相手にもダイマックスされた場合、弱点保険発動してもギャラ倒せないとか、いやーないだろうな。倒せる気がする。攻撃力2倍ですからね。で弱点をつかずにバンギを倒すというのは不可能なはず。てか相手の戦術とかでめちゃくちゃバンギラス重たくないか。めちゃくちゃ重たいっつっても相手のチーム自体が重てえのか。まあ、ヒヒダルマとか言ったらバンギ側は結構嫌なんですけどね。やっぱバカ力とかで吹っ飛ばされるから。まあ、多分大アクアが飛んでくると思うんだけど、まあ顎にサンダーがワンパンされることもないだろうし、基本なんとかなると思うけどな。ここで仮にバンギーがギャラに負けたとしても、お互いダイマックスをして、お互いダイマックスのターンがすげえ長くなるよね。なんかもうこれ勝ちを確信してるけど、チームの相性で勝った気がするな。全然読み合いとか発生してないもん。もはやさっきの急所がなくても多分体勢そんな変わってないんですよね。まあ耐えますよと。結局壁があろうがなんだろうが、まあ、壁2枚ってのは多分張れてないから、相手的にも結局サンダーがきつかっただろうしな。急所がなかった場合ね。これ落ちるんじゃないのかなこれ。まあ落ちますよね。でまああとは顎を料理すれば終わりよ。結局相手はリフレクターしか張れずに、まあ仮にバンギーが突破されたとして、まあサンダー出して終わりだよな。だから完全にチームの相性で勝った感じはあるわ。いや読み合いとかなかった、さっきも言ったけど。俺の寝ぼけた頭でもなんとかなったわ。まあ、ポケモン結構このチームの相性っていうの重要ですからね。実力差をひっくり返すぐらいのものがある。対戦ありがとうございました。はーい、対戦相手の方が見つかりました。おヒードランか、ドランなんか久々に見たような、そうでもないような。
なんかランクレス今作結構見ますよね。なんだろう、あいつ強いのか、まあ、気合玉とか打てますからね。何気にバンギもガン有利ではない。サンダーから入る展開が良さそうなんで、サンダーから入りつつ、ランクルスを考えるとハッサムが何気にありか。だからサンダーハッサムでいくとドランで積むんで、カプレヒレちゃんですかね。ほい、はーい、対戦よろしくお願いします。ハッサムはガンガントンボしまくるマシーンになりそうだな。今回のバトルはランクルスでトンボする、カミツルギにトンボする、相手のドランへの交換を読んでトンボするみたいな。カミツルギから来た、まあ悪くない。ここは暴風をしたいところだけど、ドラを考えると放電でいいんだよな。でも暴風にしとくか、カバルドンとかに引いてくれるドアホールがいるかもしんねえからな。今サンダーにカバルドン投げてるのは全く安定しないんですが、たまにいますからね、未だに。カミツルギで強引に突っ込んでくるのはないと思うけど、今熱風切ってるサンダーが結構多いから、一発ぐらい技耐える人の精神で突っ込んでこないか。ドラン、やっぱそうだね。これだったらね、あの放電がいいんですよ。まあ、ただこれも混乱が狙える技なんですが、うちのサンダーマジで暴風外さんな。暴風外さないサンダーって最強じゃない。しかも混乱まで低い、おまけつけ、最強のサンダーじゃん。そしてヒドラは残飯ではないと。ドランの前でレヒレが瞑想を積むのは、瞑想じゃない、鉄壁を積んで神剣の前で突っ張れるようにするのがいいのかもしれない。デニストメーカーでしょ。レヒレで詰ませるのが一番簡単だからな。ふんめん、普通ですね。まあ、ダメージは全然しょぼいでしょう、うん、そうだね。ここ鉄壁積んで神剣に負けないようにした方がいいや。サイクルはどうしても事故になるから、事故が起きやすいので、まあ、鉄壁も急所食らったら事故りますけどね。リーフブレード急所とかでさ、ここでなんかヒードランが甘えたプレイング越し一旦突っ張ってくるはない。カバルドね、なるほど、そうきたか。一旦カバを経由して神剣、その判断の遅さ命取りだぜ。でここで鉄壁積んで、でもあれか、ホイールとかがあるのか、吹き飛ばしとか。吹き飛ばしなかったらまじどうしようもないからな。ダイマックスすれば吹き飛ばし自体は回避できるけど、鉄壁もう一回積みましょうか。吹き飛ばされてもこっち問題ないしね、正直。ドランが重たいまんまだだけで、そこまで。ステルスロック。いいのか、そんなプレイングで。でも、ステロからの吹き飛ばしの方がいいか。鉄壁2回積んだしな、これ殴っちゃってもいいかもな。吹き飛ばされない方を優先でいいや、大ストリームで。うん、これはもうレキレでガンガン押していっていいですね。鉄壁2回も積んだから、さすがに神剣の技も急所以外はあんま入んないだろうし、ドレインキスで回復もしていけるからこれでいいと思うな。吹き飛ばされないことを優先でね、いいと思います。落ちはしないと思うんですよね。あれ、ああ、ギリギリだったな。ギリギリ耐えてきた。天候画面になって、はい、聞きませんよと。ダイマックスの力で弾かれた。相手なんか全体的に一旦判断が遅い気がするな。まあ、相手的にはステロを撒いてから吹き飛ばそうみたいな考えがあったんだろうけど、大ストリームで。まあ神剣の急所があるし、急所でなくてもご利用したら効くかもしれないから、相手はやってくるだろうけどね。ダメージ次第ではレヒレ一回引っ込めた方がいいかもな。
フィールドがなくなって、カミツギが大草原でもしてくるんですかね。大草原してくるだろうから、大フェアリーでフィールドを取り返すというのもありか。カミツギ。それかまあ、一番火力の出るこの対面で、大ストリームをぶっ放しておくのが良さそうですね。フィールドを取るんであれば大フェアリーの方がいいんだけど、大フェアリー威力低いからな、元技がドレインキスなのもあって、こいつの火力次第では一回引いた方がいいかもしれないんだけど、ここはちょっと高火力技で殴っておきたい。大ウォールか、なるほどね。まあこれはいいかな。ドレインキスでいいですね。多分リーフ、大草原だと思うけど、絶対急所以外で落ちることはないんで、ダメージを見よう。あーでもやっぱ結構強い。さすが神玉かな。ちょっとパワーがある気がする。気持ちいい。これはさすがに引いた方が良さそうですね。次は耐えないんで、やっぱ玉だ。なんとなくそれぐらいのパワーを感じたわ。でドレインキスと残飯でわずかながらに回復して、まあ、一応フィールドでも回復できるんで、結構 HP は残せるんですよ。サンダーじゃなくてハッサムでもいいかもね。ハッサムでトンボしてサンダーの方がいいな。こっちの方がハッサムの HP を残せる気がする。さすがに相手ここ草原以外の技押せないと思うんだよね。ああハッサムには4分の1なんで全然。いやでも思ったよりは効くぞ。でここはバカ力が一貫してるんで、トンボじゃなくてバカ力でいいや。でダイマックス切れますよね。でさすがに聖剣とかで落ちるハッサムではないので、ここはドラン交換だけをとりあえず警戒すればいい。突っ張ってくるんであれば鉢巻きばかりで飛ぶはずなので、飛ぶよね。さすがに神剣防御高いっつっても HP が全然ないから、結果あんまり。あこれはさすがに落ちませんね。ギリギリじゃんって思ったよりギリなんだけど。でばかりでぶっ飛ばして、はい。でまああとは力で勝てそうな気がしますけど、あのドラン残飯も持ってなかったから、うちのサンダー、レヒレとの長期戦には抗えないだろう。多分勝てる。ハッサムコサが自然と格闘技が採用できるから、サイクルの中でドランに対して結構負担を与えられるってところはいいかもしれませんね。これはなんか今作の特徴ってわけじゃん。これこだわってんのかね、ここでラスターカノンということは。メガネとかなのかな、もしかしたら。もしかしてヒレからでいいな。メガネラスカの上から2回打たれると瞑想積んでも間に合わないかもしれないから、波乗っとくか。まあ、メガネラスカだったらサンダーが多分勝てるけど、特防ダウンとかもあるし、できればここで一発波乗りを入れておきたい。お上取ってだったら瞑想でもよかったけど、まあ波の上でいいでしょう。でラスターカノン、まあメガネだろうがなんだろうが一発は耐えるだろう。メガネじゃなさそうだしよくわかんねえな、まあ、よくわかんねえけども勝ちですね。波の上をしてサナで放電をして勝ちだから、まあ多分大体が出る。まあ潜水した3匹がドンピシャリだったな。はい、対戦ありがとうございました。急所もあんま関係ないですね。